水着をもう一回やろうかも。てか全然関係ないけどこの服可愛い。やつさもうここ関係あるけど。なんかね、いやセクシー。ノースリーブ。エッチだなって思うのあるんだけど、なんか普通はここが可愛いなって自分で思うんですよ。これで一緒にめでていただける方に私だけだなと思います。あ、そうしおりがね、そうくれた譲り受けました。次は30分ですね。ちょっと高さしようか。次3分間開ければ。あ、一緒ぐらい。耳かけた方が絶対しおりは似合うと思う。皆さんぜひね、いいなと思ったら。ちょっとだけかけよう。チャイの手だけで可愛いよな。ちょっとうまくわからない。おかえりやこ。え、そう。かけてみた。かけてみた。いつもか。いつものしおりになっちゃう。ちょっとかけて。ちょっとかけて。造形日。美術よ、ベースちゃんよ、メンマちゃんだよ。見てる、え、かわいいよね。みんな知ってますか、メンマちゃん。めっちゃかわいい、目で見ます、自分の。これは、ね、実写版をしていた浜辺みなみちゃんのメイクを真似しました。あの女見たくなってきた。お、え、よくない、しおりの影響を受けて痛くなって。え、何色着ても似合う？そう、確かに最近黒のヘスティア特典がやってなかった。あ、カズヤくん、ヤッホー。黒付けとかくれたけど、これ普通の服で。おー、よきよきが。そう、髪の毛ね、真似した。可愛らさを、ゲットしてくださる。なくて、虹色のね、お花の髪飾りなかったけど、作ったよ、ビーズとゴムと、ちょっと作った。ペラペラ作った。いい感じじゃない？100均で揃えた。道具で作りました。え、マジ嬉しい。あと黄色、黄色とかオレンジ、こういう髪の毛がやばいやばい。ノースリーブ、あ、似合う。あの歌ね、黄色は合うかもしれんね。これイエベなんですよ、イエベブルー。ちょっとみんなの前でアイロンをするという。ベースカラーがあるんですけど、イエベなので黄色系は似合うと思う。私のパーソナルカラー診断的にサーモンみけんたん、やっほー。今日も可愛い買ったよ、ありがとう。ありがとう、今日も。今日も。髪切ったの？顔面とか。顔面の系統とかがガーリー。泣いた？あんまりガーリー気にしてさ。メモかけてなかったよ、横髪。ちょっとかけてた。ちょっとだけ。かけてなかった、さっきみたい。ね、この服の何がいいかっていうと、立ったらね、すごいね、フリフリ、可愛いぐらい、可愛いです。こんな感じ、ここにリボンもついてて可愛い。ふみちゃんのチャイナ服見ててさっき買った出せ。お、あらま、あ、ツイートしてくれちゃったね。ラボお疲れ様でした。よかった、秋葉原なう。明日ライブめっちゃ早いよ、みんな11時10分から。来てくれる人早いけど、一緒に頑張って起きよう。起きようじゃないか。で、頼んでくれた方は今言ってくれたら嬉しいです。なんとこの2週間ぐらい続いてきました。この沿線の選抜企画も明日で終わりということで、もうどうしましょうって感じですね。うん、夢見るところが刺激強すぎて、ね、本当どうしようって感じ。なんか今日も中間発表を、ね、発表されて1位だったんですけど、そう、怖い。順位のあの入れ替わり見ましたか？怖いよね。すごいと思った、ね、けど最後まで同じ順位で残れたらいいなと思っています。DM でもね、願望。でも耳かけずに、え、そうだよね、耳かけてないよね。そうだよね、顔長いから耳かけない、ちょっと変な感じ。まあいいか。でもね、こういうのね、本物に近づけた方がいいよね。メモと聞いてラーメンの具かと思った。えぇ、ー、やばい、見て、うねうねだ。ちっちゃいよ、ちっちゃい。めっちゃこの服さ、サイズ良かった。あ、まあちょっとちょうどいいフィット感でした。
広場。もう寒くなってきましたね、夜も。楽しい。私は寒い。皆さんぜひよろしくお願いします。あのたくさんもよろしくね。あ、これを外したところのスクショはちょっと変更しないでいただけると。え、見たの見た。あ、そうなの。嬉しい。ありがとう。テレビ配信、お、よかった。今日も可愛いよね。見てくれてたの。あら。ラーメンの具じゃないよ。マサ可愛い、ありがとう。キュッチヤッホー。シオピダピョーン。今日見た。このコスプレも自然な感じ、素敵。透明感が。透明感がある？浜辺美波ちゃんがね、可愛すぎてね、実写版の出てた。頑張って真似してみたけど、お化粧やっぱ顔が違うね。一回ね、ライブメイクでキラ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 、結構濃かったから、今日は一回落として、ちょっとキラキラ系のメイクにした。薄い、淡いよな。唇もトルトル。昨日は雪圧の雪圧メンバーや、わかる？パッと見てわかる？メンバーって。かわいい。スカートが本当にかわいい。ほら。かわいい。ふりふり。衣装みたい。こういう衣装のアイドルさんやるよね。かわいい。前髪。今日も京都とライブで足をべちゃべちゃになりましたので、髪がベタベタでございます。さっきも一回乾かして。チョーリピョン。おはぴょん27歳。ヤッホー27歳。大学お疲れ様。大学。ヤッホー。ありがとう、今日は。ありがとう、チームさん。楽しく。しょうちゃん、今得点買った、券買ったけど、おお、何頼んでくれますか？ねえねえ。あ、じゃあ、頼んでくれた方は教えてください。なんか、この、服装で何をお願いします。ね、お疲れ様です。あ、可愛くてよかった本当に。超嬉しかった。入る時にいてさ、声でそう涙も出そうになってすっごく嬉しくて。でもさ、なんか楽しい曲でさ、目の前に行くことすごくなくてさ。嬉しかったマジ。ホテルのチェックアウトが10時なんで、ちょうど、お、確かにちょうどいいね。そうしたらありがとうね、本当に潮のために東京に来てくれて、どうしよう、本当に。47配信の時の潮ちゃんの特スペシャル特典、早く届かないかな。そうなの、え、まだ来てないの。ちょっと待ってて、もう届いてる人もいれば届いてない人もいるんだね。やっほー、ハロー。あ、じゃこの配信は50分ぐらいまでやって、その後着替えてナースさんをするんですけど、髪の毛どうしよう。とりあえずこれを外して、これをまっすぐにしてあります。ナースさんはもう超普通のナースさん。ちょっとスカートがすごい際どいぐらい、際どいぐらい、普通、上は普通です。で、明日が最終日なんですけど、どうしようと思って、本当にどうしようと思って決まらないので、明日朝が早くて、なんか、ね、入りがめっちゃ早いのよ。7時起きかそんぐらいになりそう。明日、うーん、それか6時ぐらいに起きて、もう先に準備を済まして7時から配信するか。30分、7時とか起きてないか、みんな。7時半、起きてる？なんかさ、朝にさ、行ってらっしゃい、お仕事頑張り配信でさ、あの改札着ようかなと考えたけどさ、日曜日お仕事少ないから断念した。あの、シューマくんの、あの通知が何かなった。え、7日だっけ。あとね、新しい、今日はメイドさんを買ったんですよ。ちょっとこれがエッチな。最後にちょっとだけ線で見ることにした。でもなんか可愛い感じが良くて、エチエチってるわ、エチエチを感じつつ可愛いみたいなのが良くて、それにメイドさんにしてました。あとは何があるかな、ドレスとか白いふわふわの綺麗な感じ。あとは何か、
絶対これやってほしいっていうのがあったら、結構早くライブが終わってお家に帰ってもガーッとずっともうずっと配信しようかレベルで考えてるんですけど怖いもん。だから私もう本当に何事も不安なので、人生この配信は不安な人生メンバーちゃんとナースさんならクワキシャミをちゃんね、ありがとう見た DM 本当にいつも分かりやすい DM を先生こんばんは、今日めっちゃ読むの遅くてごめんなさい。タイジねヤッホー沼よしもこんばんは、今日チョキありがとういっぱい書いてよ。あ今日バラなお、あ今日バラなお、あなたとても、あなた確かに3日連続やん徹子さん。なんかしおちゃん来てくれたからこそみたいなとこあるくらいなんか嬉しい。これメンマ妹がねセロクトしてくれて、マジかわいい。ほらお腹がねすごいキュッてなってんだよ。おうおう、カッツさんこんばんは、新曲好きでした。あれさ、なんか今までワンマンの時1部2部があってさ、1部がしおりがセンターでやって2部がえりちゃんセンターやって、でも今日はあの曲がワンマンとかでもしおりセンター曲が多くて、2部も2部じゃないキースタもあの金魚とかお祭り騒ぎがあったから多いから新曲は今日出なくて、また早くやりたいからしおりがた時にも見に来て、昨日何も書かなかったなんで今日はちゃん、え待ってる、ちょっと待ってたのにさ、昨日さ初見でした。ふみさんこんばんは、ふみさんが来てそれ本当は知らなかったんだけど、さすがにちょっと着ないよ、着ません。私はその水着で自社マッチの顔つきしてちょっとね告白しといたからさ、あのしかと受け止めて、期待したいってことさ。そう明日今日もエチエチで可愛い感じのメイドさんみたいなのやるって言ったけど、控えめなボディとなってます期待しないでください。本当にそんな感じ。浮かきしゃみにするか動画にするかで迷うメンバーチンタン正面からの浮かきしゃみ OK 正面からね。あれはここまでとか足までとかなんかね、全身にすると顔がちょっと暗くなっちゃう正面かヘアタン。そう明日は、そう夜はねもうずっと配信しようかなレベル思ってるので、好きなね時に注文してくれたいと思います。なんかあのなんて言うんだろう、絶対しろよって感じではなくていいなと思って、自分のペースでみんなが来てくれたら嬉しいなと思うので、いっぱい来てみんながこう刺さるチャンスを増やすという、私の作戦さ。今から少しの落書きしゃべったの、え平気。そうこの後ねあのナースさんするんですよ、だけど遅いので時間がすごい申し訳ないし、あの今注文しても大丈夫です。あの教授だった、教授だったらいつも大丈夫だよ。あともう前かしんどしんど、胃が痛くなっちゃう。またフラットそのうち来て早く明日早起きなんで起きてます。明日早いの、こんばんじゃもんなので、あちょうどメモしてるから、いや今日は会いに来てくれた方本当に嬉しかった。暗くなっちゃった、だいぶ前に行ってらっしゃるし、そうちょっとなんか違うなと思ったかただいまおかえりやっほーライブの時のチキもお願いの、お願いの心、大丈夫でしょう、困ったらまた注ぎ込みますね、注ぎ。マジ怖い、はあ、ドキドキする、ドキドキ。今買ったありがとう、何の
種類。15分ぐらいね。今日はね、あの、あの花の名前を僕たちはまだ知らないの、ねんまちゃんっていう女、主人公の女の子のコスプレで。あ、ダメだ、薬かけちゃう。ダメや。今日のワンピース、かわいい、白くてテカテカで、その子はここにお花をつけて、こういうノースリーブってさ、女っぽくてかわいいね。女っぽいってかも、女かも。かわいいの。新曲あんたもセンターやるの。そうそう、2人がなんか全部パートが2人ずつだね。1部2部で全く違う人でやったんよ。そう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 、それもやる。1回しかしたことないまだワンマンと今日しかやったことないし、ね、だからもし聞いて、ショルセンターの聞いたことある人はレア。眠くなったので寝ます。おやすみー、よしぽ、おやすみー。しおちゃん、メンマらしくお願いしますって書いたら、あ、頑張る頑張る、メンマらしく、なんかすごいふわっとして可愛い感じになります。頑張る、そういう感じになれる。コシピ、クロチャイなんでこれで寝ます。また3年後ぐらいに、3年後って単語好きやろ。主人、レジシャメ買った、ありがとう。ピース、君もしやコスプレ好きだな。コスプレっていうか、あのアニメのコスプレ好きか。ありがとう。メンマちゃんかわいい。結構みんなやっぱ人気やね。髪伸びたな。あんたとか久々に言ってしまったね。確かに確かに全然気にならなかったわ。なすくコスプレ落書き写メポジタ、ありがとう先生。オッケーオッケー。今日はアミタイツを履こうかと思っていますか。アミタイツいらないよ、素足がいいって人も言ってください。そしたら脱ぎます、靴下を。みんなね、ぜひゲットしてください。これね、妹が選んでくれたんですよ。しおりちゃんに来てほしいって言ってくれた。買いましたじゃない、送ってきました。なんだって、ナースだナース。振り返せ、今全力で休みにしよう。あ、マジ天心ねみんな、みんなで一緒に勝って。タトアさんこんばんは、休み、休みね、超で嬉しかった、本当に勝利がやってほしいことを言わずにやってくれて、はぁ、ってなった。ありがとう、チキもネームして、さすがっすね。まあね、モリモリのマネ、今日のね、楽室楽座で頼んでくれたチェキのモリモリのマネのポーズした。そう、ワンピ超かわいい、フリフリしてて、普通に私服でもかわいいぐらい、かわいい。ほらこんなにフリフリ、衣装じゃん。しかもここにリボン待って、この周りもフリフリ、この袖のところもほら、あ、ここかゆいんだよね、ここという。あ、コサタンから DM が来ました、ありがとう言ってくれて。そこでもねんまみーん来た、田中こんばんじゃい、かわいい、すいません。おお、生で見た、生で見た子ね、いたり。田島ー今日ありがとう、超嬉しかった。会えて触りそうになった。え、今日本当にさ、しゅうさん、みんなのこと好きすぎてさ、こ近づいちゃうからさ、何回も言われたね、メンバーに、近い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 、シリさん近づいちゃう、人に近づいちゃうんだよね、こうやって。ダメだった、気をつけます。だからみんなさ、しおりが言ってきたらこうやってやって、近いようになって。あ、マジ近づいちゃうからさ、みんなで、そうそうでした。妹さんし、そうそう、なんか妹が選んでくれた服装系がすごい、いつも人気なんけど、妹に全部聞こうかなって思って。センスめっちゃいいの。あの見たことあるよ、実写版のね、あの浜辺美波ちゃんが主演のあれを
3年前2年前くらいにテレビで見た、いや違う、山口県の時に見たから、妹と見たのよ。妹が浜辺美波ちゃんが昔から好きでね、それで見て、チータン物語をめっちゃ覚えてるかって言ったらちょっと忘れた。細かく書けるし、ゲームの方が書かない、うん、でも助かる、めっちゃ勝利的に。あのポーズはマジかわいい、あのポーズしてる時コメントが来なかった。こんばんは、サンゴーさんこんばんは、やっほー。僕あの花よりこの花の方が好きです。え、田島って一番好きなのこの花なの？木の下ね、購入お待ちしてます。てか今日事務所にたくさんね、そうだ、あのプレゼントが届きましてありがとうございます。すいません、しようかな、本当にいっぱい来たのよ。いっぱい来て、ありがとうございますっていう気持ちを伝えたい。一番好き、わかる、それはわかる、とっても可愛いわね、メンマちゃんなの。あ、待って、テロップで出かけてるか。よろしくお願いします。台本なってないと思ったらすぐ、あ、そういうことです。お台場のあの花店、インテジンタン T シャツ買おうと思ったけど、値段高かったの？そうなのよ。アニメのとかって結構高かったりするよね。まずこれがデスティア、そう、メンマ、メンマ、メンマちゃん、こんな中にティーバッグ、お茶のやつ、そう、なんかね、これ見たんだけど、中身実はスタッフバッグ、これあれだ、50周年のやつだ、買おうか迷ったんですよね、これ前に未来なんとかにいた時に買おうと思って、何だろう、あ、ペコちゃん、こう漫才本日も大変楽しい、よかった、今日もう後ろだったけど、もうずっと見てたよ、本当にずっと見てたよ。すごい手紙も入ってるし、むひょさんこんばんだい、あら、メンマちゃんカップ麺食べた、なんでカップ麺今日食べてる、カップ麺好きなの、メンマちゃん、しおりちゃんは好きだよ、カップ麺、カップ麺よりラーメン屋さんが好き、一番好きなのは横浜家系、これは別、あ、入れもらって、これ入れ物で美脚ケアスーパークール、ありがとう、サピオちゃんかな、すごい、やっぱ夜中にしてはさ、おい、いや、おい、おい、いや、君、名古屋で会えるのか、開けたら会おうな、カップ麺というよりはチキンラーメン、なんで好きなの、ねまちゃん、海行けるじゃん、浮き輪も持ってるからちょうどいいよ、これ浮き輪とセットじゃん、やっぱ海行くしかないよね、お手紙、かわいい手紙、あ、やばい、かわいい、これはなんか、これはバンジージャパンがもらった
企業さんにもらったんだけど、なんかこれをつけてツイッターに載せるんだって。カラーワックスなんか1日だけ色が変わるみたいな。それでは青にします。色を選べてなんか選んだやつがもらえるみたいな感じ。買いにした。インナーカラー的な、今度やってみようかな。ちょっと似合うか分かった。ホテルのまま焼いた。一生目当てた。気づいたでしょ。ぴょこちゃんね、割とね、気づいた時に気づいた顔してくれるのがね、めっちゃ好きでね、買ってみて。あとさ、今日の一番のポイントはあのジャンピンのおじさびの前あの時の反応超可愛い。ひなまちゃんはかき玉の塩ラーメンが好きな。かき玉、あ、卵の。でも似合いすぎの、可愛すぎでニャニャ止まらんくて。あ、朝さんありがとう。ニャニャ止まらんくて、おじさんに通う。もう今から届くのねーん。可愛く撮るよ写真を。てか今まででもまた当たるから、それも楽しみ。だから急に一気に届いたりするらしいよ。ボンボンボン。セミダンスメンマなの。メンマちゃん、メンマちゃんチェキで欲しい。今度さ、あの特別特典でさ、チェキや、あの今まで来た やつで写真をチェキにして、それに落書きしてとか、どう。そしたら選べるよ。そういうのでもみんなの好きな服装とか違うしさ、そういうのありだよね。しょうちゃんの儚さなしゃ、それ儚さあるの。儚いってどう、なんかちょっと消えてしまいそうなみたいな感じ。わっ、おいしい匂いがする。ワックスっておいしいんだね。いい匂いする。かき氷シロップ、いい匂い。美味しいかな。ワックスって何味なんだろう。バブマンの日の加工、おー届いた、よかった。名古屋の詳細ってまだなんですよね。ね、どっちかが出てたの、京都が出てたんだっけ。なんかまだのやつもあった。早くするといいね。これもとってもなんて、え、好きなのツイートしてたけど。え、でもさ、早くペコちゃんの前でさ、コーディネート宇宙フルちゃんでたい。この前ワンマンであれやったんだよ、あの、あー見てほしいの人、願いをの人。うん、今日は色彩予習してきたのに、推しメンセンター取りこぼして、また今度やれますように。でもさ、ありがたいことにさ、多いと結構あるじゃないですか。私がセンターやらせていただくとかでさ、あんまり全部センターやっちゃうとさ、塩が目立ちすぎちゃうじゃん。だからまあそういうバランスも大事だよね。メンバーみんなが目立てたらいいよね。金曜と土曜だっけ。ね、金土、あ、そっか、名古屋はそうかも。19、20。あ、みんなでおっぱい触ったんだけど大丈夫かった。ヤッホータクロー。今回下手側が多くてポジション取り成功した感じで、下手側かな成功した感じ。よかったよ、よかった。ちょっと日によってめっちゃこっちとかさ、めっちゃこっちとかめっちゃこっちとかあるから、この葉なんか分からないけど、リボンと肩のひらひらが好きそう。え、好き、こういうなんかあのひらひらしてるのが服が好きなの。リレースとか、ほんとにスカートが可愛いの。ほら見て、可愛い。これも着た途端に嬉しくなった。ワックスは美味しくない。あ、そうなんだ。ちなみに新曲も可愛い。そう、なんかね、可愛い、なんかちょっとボカロ的なチックな感じかも。あ、食べちゃダメなんだワックスって。見破りました。水野さんこんばんざい。今日のドラえもん誕生日スペシャル、あったあった、もう見たくてとりあえずリツイートしたけど、ライブしてた。なんかあと私のおすすめはですね、コーディネートしゅうちゃんも楽しみにしてる。一番好き、でもジャンピンアップジャパンも好きそう。好きなイメージある。
コーディネートも好きだし、ダンスも好き。ダンスね楽しいよね。まあ、全部楽しいけどさ。お腹すいた。はあ、なんか今日も京都とお腹すいたよね。早くタケコプター、私に早くタケコプターをもらいたいわ。ねえねえ、気早いけどさ、12月25日今年もさ一緒に過ごそうね。みんな、私は一番好きなクリスマスまであと何日？9月よ。みんな、みんなクリスマスは旬のためにさ開けてよ。待って、お腹すきすぎて死ぬかも。iTunes でバンザイの顔なきゃなって。え、なんかリリベが時やったらさ、リリベでさ何枚も買ってくれた人からもらえそうよ。高いかな。他のもあれかも。気にならないのか。そうじゃない。大事大事。そういうの結構欲しいな、あなたに。私すぐアイドルの楽曲買うもん。アイドルすぐ聞く、買う。最近買ったのは青のままで、青のままで。赤い自慢さん、その前に買ったのはフィギュア、あとだったっけ。いや、まあ、あの白なんとか夢見ちょっとたこ焼き140個、え、おいしそう、たこ焼き。もしや、メンマ頼むのは今日の5日6日の23時59分までだけど、動画とか、動画は今やってほしいのと、あともしあのこういうなんだこだわりがあったら今やってほしいかも。そしたいもんだって。ダンスとかのやつがまだ、あ、そうなのか。ちなみにダンスが発表された CD の時はそれはまだ加入してなかったかな。たこ焼きの食べ、やばくない？チョコ食べたい、やばっ。先生絶対食べられない、たこ焼き140個は。メンマちゃんはね6日分だよ。だって10時過ぎてからやっちゃったから。でもあの5日にやるって言ってたから、キャラから5日でも飲む平気。うむ、はっ。好きなアニメドラえもんだよ。ドラえもん世界中。あとなんだろう、でも自分でお金出して映画を見に行くアニメはドラえもんだけか。私しんちゃんも好きよ、最近 YouTube。 あとなんだろう、プーさん。アニメでも知りたい、いろんな分野の何でもかんでも知りたい。ダンスの配信終わってから撮影、いや、これが終わって切って撮ってナース。髪の毛変えちゃうしね。だから、ね、動画とかあの細かい設定がある人は言ってほしい。まあ別にまた将棋が明日撮り直せばいいけど、ちょっとその時間がちょっともったいなくて、あのそれなら落書きしゃべりに力を、ね、もしね、よければ言ってくれたらすごく将棋が助かるよということなんですよ。ちびこ光、どうだろう。デジタル写メとかリピートする、え、それ嬉しい。じゃあ、ジュンね、なんか変だしね。
絵も下手なんだけど、まあ、気持ちがこもってるからね。すごいちゃんと表示されるように言ってくれてるけど、めっちゃ欲しいなってて笑う。アップルミュージックの聞き放題的なやつ、月額月額それがいいのか。ドラえもんミニドラ、ドラえそれで推し目はミニドラ、実は一番好きなの。可愛いの声が。ダメだ、もうね、めっちゃ頑張ってくれた。セクシーナースはめっちゃ普通のナース。足がちょっとあの短いぐらいで普通どっちの感じかも。あと何回配信したらいいかな、ちょっと考えて。一番最後どうしようか、一番最後の枠どうしようかな。しょうちゃんジブリは好きじゃない？ジブリ好きだよ。なんかね、パパがめっちゃ好きだったから見てた一緒に。あれも見て、見に行ってたよ。映画も見に送ってた。パパが超好きなのね、本当に。寂しいぞ。なんかさ、アニメってさ、見てるとちょっとなんか安心するよね。あ、編みたいと履きますよ。楽しいか。歌が上手くなりたいので、もう次のボイトレの日が決まっています。ついに私は個人的にボイトレに通うようになった。まだ2回目だけど、どうする、みんな種類がさ、歌上手くなってさ。顔以外全部ドラえもんの着ぐるみ。なればいいのね。メンバーは頼むよ。あんまりリクエストしなくてもしおちゃんならかわいい。なあ、そんなこと。落書き者名？落書き者名か。ヨドバシカメラにミニドラ売ることになったらかわいい。どういうこと？なんでカメラ？大悟くんから電話が来ました。でも日付までしか見えない。最後の配信溢れて本を伝う。スーツもののスポーツものか。アニメにはまりやすいスポーツもの、黒子のバスケ、キャプテン翼、白滝、白滝じゃない、スラムダンクみたいな感じ。 BJ のレシピとは、あ、違う違う、全然関係ない。自分で探した人。探した人。でもなんか正直わざと歌ってる、なんか私の歌い方の癖をつけてるのが語尾を抜くっていうか、しっとりした曲だったら下げて、楽しい曲だったら上げるっていうのをしてるんですけど、それはそういうのは消さずにみたいな。でも低い声がマジでないんですよ。めちゃくちゃ声が多分音域は高いんですけど、聞くのが全然出ない。あと声がでかくなりたいですね。何人かで歌っちゃうと消される。何でミンドラ買う？本物のミンドラ？今の感じの歌い方は好きだから。褒めてくれたのにあくびしちゃった。しかも今日寝てないんだよ実は。もうこんなに元気なんだよ。寝伏せても全然疲れないし。この間なんかの歌出しが低くて、東西南北と駆け巡るよか、あれだよ、春夏春冬住めるじゃん。で、それでこの歌でボイトレに行くことをね、決心したよ。東西
あと願い星も出ない。夏の風匂い乗せてだからね。低い低い声出るよね。だもっとしょうちゃんね。それな。会いたい。バイバイおっぱい。バイバイおっぱい。バイバイ。今何分ですか？誰か言ってみて。街路樹の桜。シュウカシュとかでもあれはお披露目で姉ちゃんも大変くそだったから難易度高いかもね。あ、フミもね、あのね、低い子は、あれだよね。一緒かも。な、ありがとう。あ、やめまーす。めっちゃ長くなっちゃった。50分にやめようと思ってたのに。ということで、一回配信を終わりまーす。バイバーイ。急に切った。あ、スクショタイムしよう。3秒か。急に終わった。バイバーイ。